皆さんこんにちは。今日はアイハブの購入品を紹介していきます。で、アイハブの購入品、結構ここずっとすごい大量の購入品を紹介してたんだけど、今回は1ヶ月前ぐらいから買って使ってみてるものだったり、最近の購入品も含めてなんだけど、いいものを厳選して紹介してるので、ぜひ参考にしてみてください。じゃあまずね、サプリをなんと初めてボトルで買ってみたんだけど、まずこのナウフーズの強力ビタミン D3 のこれが 2000IU っていうものなんだけど、この NOW のビタミン D3 は吸収性がねすごく高いみたいで、で NOW のサプリは安心して飲めるみたいなんだけど、ビタミン D3 は現代人の 90% が足りてないんだって。で、日に当たるとビタミン D が皮膚で作られるので、日焼け止めとか塗っちゃうとあんまり良くなかったり、日に当たってないとダメで、家にいたりして日が当たってるっていう、その窓越しとかはあんま意味ないみたいです。で、食べ物で取るのもすごい難しいみたいなので、現代人のほんと 90% が足りてないもの、主に痩せやすい体になるっていうのと、筋力が強くなる、脂肪が減る、なのでダイエット効果があったり、あと油と一緒にね取るといいみたいです。で、免疫力が強くなる、コロナ予防ができたり、風邪をひきにくくなったり、健康面ですごくいいみたいで、ユルオーガニックさんのアイハブの購入品を見て、大きさがねすごくちっちゃくて、これなら絶対飲めると思ってそう買ってみて飲んでるんだけど、すごく今のところいい感じ。その健康面には本当にすごくいいみたいなんだけど、お肌にもねニキビとの関係性、ビタミン D3 すごくあるみたいで、お肌にもいいみたいなので飲み始めてみました。次、じゃじゃん、カリフォルニアゴールドニュートレーションのオメガ3プレミアムフィッシュオイルっていう、100粒入りのものを買ってみたんだけど、このねサプリはアイハーブの中でもランキングでもいつもトップなので、きっと見たことある人すごく多いと思うんだけど、オメガ3は青魚系とかエゴマ油とかアマニ油とかに含まれているもので、腸内の悪玉菌を減らして腸内環境を整えてくれるので、便秘解消だったりで、便秘解消とかさ、腸内環境を整うと肌とかにもいいので、美肌効果とか、あと花粉症に効くっていう風に言われてたり、腸内環境さえ整えれば結構いいことってほんとたくさんあるから、すごく気になったんだけど、サイズ感がこれはねもうバカでかいの。小指の第一関節よりでかいっていう感じの。でも口コミとかでもなんかこのカプセルがねすごく柔らかいんだよ。本当に柔らかくて全然大丈夫だったの。なんか喉に引っかかっても痛くないし、結構ねつるっといってくれるので、ずっとこうとどまってるわけではなくて、本当にあ詰まったなと思ったらもういなくなってるみたいな感じで、こんなの今まで飲んだことないサイズだったんだけど大丈夫でした。で、これも1日1粒を夜に飲んでるんだけど、ちょっとサイズ感心配な人もいると思うんだけど、本当に大きいもの飲めなくても飲めたので、挑戦する価値はあるんじゃないかなっていうふうに思います。で、次、これがね、もう1ヶ月以上試して、すごく良かったものなんだけど、ラピッドラッシュっていうところのアイラッシュエンハンシングセラム。で、これは日本とかでも売ってるんだけど、アイハーブで買った方が安くて、ただアイハーブで売ってるものは海外の成分のもので、日本では一応日本人向けに低刺激に作られたものとかも売ってるみたいです。このまつげ美容液1ヶ月使ってみたんだけど、まずもう結果から言うとすごく伸びました。で、ボリュームが出るっていうよりはすごく伸びて、なんかすっぴんの目でもちょっとね勝手にカールするぐらいになって、目とかが痒くなることもないし、今のところ色相沈着もないし、ただ、色素沈着でもしかしたらしづらい体質なのかな。なんか前に使ってたなんだっけ、モデラッシュとかもあんまり色素沈着しなかったけど、友達はすぐ色素沈着したみたいで、でも結構これはなんかモデラッシュほどそんなに色素沈着したっていう人も多くないイメージがあったので、1ヶ月使ってまだまだたっぷりあるので、コスパもいいかなと思います。すごく伸びたんだけど、ほんと上にさって塗って、下とかは、塗らない方がいいみたいです、まつげ美容液って。で、これがすごく良かったから、こっちはまだ箱も一応取っといたんだけど、同じラピッドラッシュの、アイブロウの美容液、アイブロウエンハンシングセラムっていう方も買ってみました。これもね、アイハーブですごく人気で評価もすっごく高いんだけど、こんな感じで眉毛のね
コームになってて溶かしながら塗ることができるんだけど、これはまだ今昨日初めて開けてみて使ってみただけなので効果は出てないんだけど、ちょっと期待してつけようかなっていう風に思ってます。このラピュートラッシュ全然アイハーブでたまたま見つけて知らなかったんだけど、すごくね人気商品みたいなので、ぜひ知らなかった方は調べてみてください。で次がこのシンクっていうところのシンクベイビー SPF50 プラスの日焼け止めクリームになります。これね今見て気づいたんだけど SPF50 プラスだけなので PA の方が入ってないね。で SPF も PA もどっちも入ってないと結局焼けちゃうと思うので、ミヒの今年の日焼け止めにしようかなっていう風に思ったんだけど、日焼け止め部門 iHerb で1位ですごく人気の商品なんだけど、そうびっくりした。実は入ってるとかなのかな、多分入ってないよね。まあでも多分赤ちゃんにも使えるぐらいなので、成分自体はねすごく優しいとは思うんだけど、結構真っ白になる系の日焼け止めって感じで、なんかココナッツとパイナップルの匂いみたいな感じの匂いがして、いい匂いがする。で次すっごい楽しみにしてた、フィリップアダムっていうところの、シャンプーアップルサイダービネガーとコンディショナーのアップルサイダービネガー、これもねゆるオーガニックさんのアイハーブの購入品を参考にさせてもらって、なんかゆるオーガニックさんがこのシャンプーとコンディショナーがアイハーブの中で一番いいって言っていて、なら絶対使いたいと思って、そう速攻買ってみたんだけど、これに紹介したことあるアボカドのなんだっけ、アボカド、どう忘れしちゃった、アボカドのトリートメントマスクがあるんだけど、それはねすごく好きで持ってるんだけど、それと一緒に使うのが一番好きっていう風に言っていて、それは持ってるのでこれだけ買ってみました。アップルサイダービネガー絶対めっちゃいい匂いだよね。いい匂い、本当に、うん、普通にアップルサイダービネガーっていう感じで、ちょっとねちっちゃめ、普通のシャンプーの半分もないかなぐらいのサイズで、一つ十何ドルするので、まあ、ドラッグストアとかに比べるとかなり結構高めにはなるのかなっていうふうに思うんだけど、すごく気になったのでちょっと買ってみました。アップルサイダービネガーと植物エキス配合、髪の静電気の発生を抑え PA バラン PH バランスを整え髪のもつれをほぐします、細い髪または普通の髪の人方にぴったりでした。って髪軽く洗い流すことをおすすめします、コンディショナーの方は軽く洗い流す、だって全部洗い流し終わらない方がいいのかな。これもちょっと使ってみて、よかったらまたリピートするのでその時にでも話します。でそしたらラネージュのリップスリーピングマスクのピンクのベリーのやつを買ってみました。これもねもう試して使ってみてるんだけど、もう今まで使ってきたリップケアの中でダントツ一番良かったし、すごいいい匂いがするし、もうとろけるんだけど、使い方としては夜寝る前に塗って、で本当に寝るだけなんだけど、朝までベタベタ残ってるタイプとちゃんと浸透してくれて、で成分がちゃんと入ってるタイプ、ただ乾燥してるだけじゃなくて成分がしっかり入ってくれるタイプがあると思うんだけど、ちゃんとしっかり入ってくれるタイプで、なんか朝までさベタベタ油だけ残ってる感じのやつとかあんまり好きじゃないので、しかもそういうのってなんか洗顔しても落ちにくかったりするものってあると思うんだけど、そんなことなくてもう成分がしっかりブルブルに入ってくれて、めっちゃ使い心地が良くて本当にこれは良かったので、ぜひ試してみてほしいんだけど、結構売り切れてることが多いです。で韓国でも、まあ、日本でも今すごく人気なので結構そう売り切れててすごく気になってたんだけど、このピンクがどうしても欲しくて、このピンクが一番人気で結構売り切れてるんだけど、しかもリップケア用とは思えないぐらい結構大容量で、20g 入って、 20g どれぐらい持つんだろう、本当に結構持つと思います。で次ちょっと大好きなこれいこうかな、ライブクリーンのモイスチャライジングボディウォッシュのココナッツミルク、これをまたリピ買いしました。確か前回か前々回ぐらいにこれのねアルガンオイルの方も、リピしてるんだけど、それがまた使い終わったのでこのココナッツの方、なんかね あったかくなってくるとこっちのココナッツの匂いがすっごく嗅ぎたくなるんだけど、もう何回久しぶりに嗅いでもこの匂いが好きすぎて、ココナッツなのに超さっぱりしてて、もうなんか超いい匂い。これは普通に液体タイプ あのボディウォッシュになってるので、泡立てネットにこれを泡立てて使うものになります。本当におすすめ、これ
みんなに使ってみてほしい。で、次が久しぶりにリアルテクニックスでブラシを買ってみました。ファンデーションブラシになります。最近使ってるファンデーションがクリームファンデーションなんだけど、ブラシでね塗ったことがなくて、でこういうね平たい筆、なんか歌舞伎ブラシみたいなので塗るのはあんまり向いてないなっていう風に思ってて、ちょっとこういう平たい筆どうなんだろうと思って買ってみたんだけど、あんまりねブラシでファンデーションを塗ること自体そんなに得意じゃなくて、ちょっとでもその手がいいのかスポンジがいいのかブラシがいいのか一応全パターン試してみたいので買ってみたものになります。リアルテクニックスのブラシはすごく好きなので、はい、これにしてみました。で次、これお試し商品のところにあって買ってみたものなんだけど、エイリアールっていうところの殺菌ハンドワイプ 99% 除菌アロエベラっていう80枚入りの、こんな普通にもなんかお尻拭きサイズくらい超でかいものが、本当は5ドルぐらいなのに1ドルで買えました。これ100円、やばくない？もうすでに使ってるんだけど、ちょっと持ち歩くにはでかすぎるので、家の中で使うものになるんだけど、これで100円ってお得すぎない？チェックしてみてください。そしたら次、シンプルミルズの天然グルテンフリークランチクッキーのダブルチョコレートになります。気に入りすぎてこれをリピして買ってみたんだけど、ココナッツシュガーが使われてたり、グルテンフリーっていうのもすごく大きくて、ビーガン、植物由来だし、本当に美味しくて、このチョコレートもねいっぱい入ってる感じがめっちゃ美味しくて、これは気に入ってリピしました。たまにねクッキーなんかそういう小麦っぽいものを食べたくなるので、これを食べたいと思います。めちゃめちゃおすすめ。そしたら次がラ・トウランジェルっていうところのトーステッドセサミオイルになります。これはね結構前にオリーブオイルと一緒に紹介したことがあったんだけど、久しぶりに買いました。これ本当に日本のごま油と全く変わらない味だし美味しいので、ごま油結構使うことが多いのでちょっと買いたいなとは思ってたんだけど、キッチンの掃除をして見えるとこに置けるものが可愛い調味料の方がいいなと思って久しぶりに買いました。見た目で買うっていう可愛すぎるよね。でもこのね可愛いよね。見た目だけじゃなくてちゃんとね味もすごく美味しいので、ぜひチェックしてみてください。でこれで最後、ナトラケアのウルトラタッドオーガニックメインカバー、生理用のナプキンで、これは普通の日用のそんなにね量が多くない日に使うようなものなんだけど、もともとそんなにすごく量が多くないので基本的にこれでずっと大丈夫なタイプなんだけど、なんかねこのナトラケアってなんか最初の印象よりも使ううちにどんどんもっと好きになっていく感じで、なんかね、もうリピないかなっていう風に思ってたんだけど、すごく良くて、また買っちゃいました。これはねすごく薄っぺらいんだけど、薄っぺらいけどしっかり吸収してくれるし、なんかふわふわしてるっていう感じではないんだけど、もちろん痛くなったりもしないし痒くなったりも全くしないし、すごくやっぱ質がいいなっていう風に感じて、もっと違う大きさとかもいろいろあるんだけど、このねレギュラーのタイプと、あと、パンティーライナーって言ってもちょっと大きめのやつなんだけど、それがねすごく、そっちもすごく好きなんだけど、それとこれをリピートして買ってます。はい、こんな感じで今回の iHub の購入品は以上になります。なんか今回の購入品っていうよりも1ヶ月前ぐらいからちょこちょこ買ってたものを、試してるものはレビューじゃないけどして、まだ使ってないものとかも紹介したんだけど、なんか iHub の購入品を紹介してる以外にも結構ちょこちょこ買うことが多いので、そう今回はそれのまとめで良かったものをちょっと寄せて集めたり、ちょっと紹介したいものだなっていうものを紹介してみたんだけど、どうだったかな。今回も参考になれば嬉しいです。じゃあそんな感じで今日も見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったよって方はグッドボタンと、あとチャンネル登録とインスタグラムのフォローもぜひよろしくお願いします。じゃあバイバイ。 You say that I go out to get